はい、どうもこんにちは。はい、今日はですね、連結検討書って以前いろいろ動画にしたんと思うんですよ。3回ぐらいしたんかな、2回か3回ぐらいで、まあちょっとどんな感じかっていうのをさらりと見せたことがあったんですけど、まあ今日はですね、まあ日頃から視聴者さんにはお世話になってますし、まあ連結検討書自体ね、そんなに値打ちをこくようなものでもないと思っているので、今回は、まあ、この動画を見たら連結検討書は作れます。なのでちょっと少々複雑な動画、また数学が出てくるので、そうした方は、まあ、ちょっと向かない動画ですけど、まあ自分でねチャレンジしようとしてる方にはめっちゃいい動画になると思うので、まあそんなことで、表と合わせて、説明していきたいと思います。はい、それでは950登録を説明していきたいと思います。まずですね、車両総重量、車両重量、駆動軸の軸重、制動停止距離、主ブレーキ、減速度、最高出力、駐車ブレーキ、制動力、操作力、これは、メーカーさんの所言を取り寄せないとわからない算出になるんで、まあ、この辺は、絶対に取り寄せしてください。はい、じゃあ説明していきます。M1 の計算って書いてるんですけど、これはですね計算式がありまして 0.85×FS-M っていう風になってます。この 0.85 というものに FS4102N、 これブレーキ操作力なんで制動力なんですけど、まあ、これをかけた数値を 625WD の軸重で割るとこの数字の算出ができるって感じですね。でここにまず M1 を記載します。これ M1 から M6、M7 ぐらいまであるんですけど、まあ、これが最後に連結検討書で出てくるものです。これの中の最小値を記入するんで、こういうふうに順番に算出していくんですね。で次 M2 の計算、これは初速記入した、速度のね算出結果を記載します。なのでマイナスっていうことは数字がもうすでに追ってないってことなんで、このマイナスは省いてプラス算出できているものだけを記載するっていうイメージですね。なので初速50キロと初速100キロではこの計算式がちょっと違いますんで、今回100キロでこの車両は計算された初限値が出てるので、今度は100キロ、ここの100キロですね、この100キロで算出する説明をします。これが 7.36×68っていうのはそこの速度のね減速度、68割る速度100キロマイナス10マイナス1かける M って感じですね。ここで出た数字が 4476.5、 これが M2 になります。続いて M3 ですね。 M3 の場合はこれも計算式としてはほぼ一緒です。50キロの時と100キロの時は全然違うので気をつけましょう。あと制動停止距離不明、減速度記載ありってあるんですけど、これもあれにあるんですよ。制動停止距離がわからないで、減速度だけ書いてるみたいなやつがあって、まあ、その場合はここに記載するんですけど、もう全然算出が下なんで、取りにくいです。それでは M3 いきます。 M3 の場合は上と一緒の計算式って言ったんですけど、計算のねこの中身がね若干違います。同じ100キロの場合は 7.36 を省いた、68割る100キロマイナス10マイナス1かける M 車両総重量をかけたものが608という数字になるんで、これを M3 に記載します。あとはもう自動計算で全部いってるんで、まあ順番に説明していきます。M4 の計算っていうのがね、もう少しすごくシンプルで、車両重量割る2、これで算出できます。これで485という数字が出ました。次に M5 なんですけど、M5 の場合は、速度 164.51× 馬力 33.kW です。に、マイナス1900-車両総重量の1190、これを計算すると2338.83っていうふうに出ますね。で次 M6、
これは、4WD-M って書いてるんですけど、まあ、単純に 4× 軸重625を1190で引けばこの1310という数算値で、算出されますんで、まあ、それをこのまま記載するって感じです。で最後になるんですけど、これで大体の牽引可能なキャンピングトレーラー等の総重量、950登録は1990キロ、ここ間違えてますね、1990キロ以下のために、それ以上の算出値は超える場合は最低ランクの1990を記載しますよということですね。なのでここを下見ると M1、M2、M5、M6 ってあるんですけど、1、2、3、この数字よりもこの M6 が一番ちっちゃいんですよね、算出した数字としては。なのでここの時点で M6 は確定。次に主ブレーキなし750キロ、これも同じく、これを超える場合はないと思いますね。なので主ブレーキなしの場合は M1、M3、M4、M5、M6 っていう風に5つ出てるんですけど、まあ、この中で一番小さな数字 M4 ですね、485、これを算出して、最後にここの下ですね、M6 なので、まあ、この場合1310キロおよび、485キロ、これを小数点10キロは切り捨てになるんで、480キロがこの車の、算出した数値になります。なので牽引可能なトレーラーの総重量は主ブレーキありの1310キロ、主ブレーキなし485キロという計算方法になります。ライトトレーラーのね、あの型式追加の場合、完成ブレーキなしの場合はこの上の計算でやるんですけど、まあよほど重量が取れなくて、例えば主ブレーキなしで50キロとか90キロとかなってしまった場合は、型式追加する方がきっと算出はしやすいに違うかなというふうに思います。まあそんなことで、はい、というわけで、まあ、今日はね、連結検討書の計算方法をね、一応公開させていただきました。もうこの辺に限っては、連結検討書に関してはもうほぼほぼ学校の数学で教えてくれるレベルのことしかやらないので、こんなもん隠しててもね、値打ちこくほどのものではないかなと思いまして、こういうふうに公開させていただきました。強度計算の方はね、いろいろとややこしくて、公開しても動画だけが長くなるような感じになるんで、あんまりニーズあるんかなとか、全てをねこう教えるには相当な時間かかりますんで、まあそれはちょっと難しいなと思って、まあ、今回連結検討書でこういうふうに計算していくっていうねことを動画にしました。まあ他にもやってる人がいるかもしれないですけど、950登録はこういうふうに、計算式を用いれば、まあ、簡単にできますし、普通免許を、普通自動車の方は陸運局に持ち込んで、お願いすればやってくれるかもしれないです。ただ提供は絶対にしてくれないんで、書類をこういうふうに作って提出するという、まあ、意味がありますね。はい、まあ、そんなことで今回はこのような動画になりました。ありがとうございました。